田野畑村の島の越駅があったところです。トンネルから出てきた橋が全部やられました。三陸鉄道です。今島の越駅を作ってるところです。壮絶です。今復旧工事をやっていますが、元の駅の雰囲気が残ってます。2年前の3月11日、本当に大変だったと思います。この場所に100軒の家があったそうです。全部流されました。今残っているのはあちらの2軒だけです。本当に津波というのは怖いですね。この左の、 あの3棟 A 棟 B 棟 C 棟ってあるのあれが仮設店舗になりますね。今日お話しいただくのはここの、理事長さんですね。まあ、もちろんあの仮設の方にも入られておりますけど、ここの体育館が当初の避難所であったりとかですね、この左側の施設もですね、まあ、ホテルももちろんあの避難所として使われたところです。現在はあの病院もこの太郎病院もですね、このホテルの中に現在はありましてですね、ここが宮古市の太郎地区の仮設住宅があるグリーンピアの中です。敷地の中に仮設の商店街が作られています。先ほどここの理事長さんにお話を伺いましたが、407戸の仮設住宅の中に1000人ほど、避難をしていたのだそうですが、最近は出ていく人が増えて、人が少なくなってきているとのことでした。津波の前と比べて売り上げも6割から7割程度だとのことでした。それでも皆さん頑張っていらっしゃいます。ここに入っていらっしゃる方々は津波が来る前は商店街の中でスタンプカードの集まりを作っていた皆さんだそうです。広い敷地の中に仮設住宅が作られています。タロちゃん協同組合、タロちゃんハウス、皆様に感謝。苦労は計り知れないと思います。歯科医院をやって開業してやっておりますけど、もともと市長も歯医者さん先生になりますので、太郎地区の今の姿です。宮古市の太郎地区です。もう2年以上経つのに何にもありません。
高台に移転をする計画になっていますが、土地の造成がこの夏だそうです。バスの方ですね、田老町内の方に入ってまいりまして、今左側に見えておりますのが、万里の長城と呼ばれた、防潮堤になります。これが万里の長城と呼ばれている板、田老地区の防潮堤です。海のこの堤防を壊して、この巨大な高さ10メートルの万里の長城を越えて津波が町を飲み込みました。大変な事態ですね。まあ、ここから見るとあの外海がちょっと見えないので津波のイメージが湧きにくいんではないかなとは思いますが、まあ、これだけのところですんで、天然のまあ漁港であるというふうには思われるんですが、まあ、そういうこともあって、被害がまあより大きくなったんではないかなというふうにも思われます。あとこの今通っておりますのが国道45号線、南北に縦断する唯一の現在の道路ですので、これもかさ上げを当然、いたしましてですね、まあ、今防潮堤ありますけど道路もかさ上げしたことによって第2防潮堤とか、さらに鉄道もかさ上げをして第3防潮堤的に、その、山側の方に宅地を造成するという構想は、市町村さん、各市町村さん同じような考え方でやっております。ちょっとした高さの違いで本当に大きな違いであろうというふうに思います。死者行方不明の方を合わせまして、1300名ほどの方が亡くなっている地域になります。世帯数は、6400の年ほどですね、倒壊したのが3700、約6割、の宅地がなくなっております。ここも、大きく被害を受けた地域になりますね。そこで対策本部を立ち上げたところに津波で飲まれて町長さん亡くなったというね。そうですね、そういった意味であの立ち遅れ、こういう瓦礫処理であるとかが非常に立ち遅れてですね、半年ほど空白の時期がございましてですね、非常に遅れた地域になります。ここは大槌町の瓦礫の再利用の実験をしているところです。瓦礫の土砂を運び入れて、その上に建設現場から出た土をかぶせて苗木を植えています。ここは釜石は両石というところになりますね。あそこにも日系元ですね。はい、これがずっとこうあった、これが倒されて水が入っている、水はこの上をまあ来てるにもあるんですけど、ここも倒されて、ここは釜石です。あの沿岸近くの道路はみんなあのかさ上げ、地盤沈下の分だけかさ上げをしている。各市町村そうですね、あの大潮とか満潮重なると水が入ってまいりますので、その分だけは今、被
左後ろを見ていただければそのかさ上げの部分が見えるかと思います。こういうふうにかさ上げをして道路は通れるように、車が通れるようにですね、してございます。この地域でもですね、本当は、アーケード街がここは両側あったんですが、まあ、そのアーケードも全部流されたりとかですね、まあ、支柱が残ったりしてそこに捕まって助かった方とかですね、いらっしゃいます。本当に紙一重の世界だと思います。ここは JR の盛駅、ね、大船渡市です。これ暴走するの真ん中いないよね。そうですよ、ね、今年の3月からね、もう実際にもう運用開始。観光バスは走らせるわけじゃないんだ。そうそう。JR さんのもう海です。専用レーンです。一般車両も観光バスも走れません。そうなんだ。どこからどこまで走る？BRT の駅です。線路があったところを埋めて、バス専用路線にしています。 BRT っていうのは、高速輸送バスですね。バスラピッドトランジットの略だそうです。ずっと向こうにあるのが、あれがバスです。これも地盤沈下の分だけ、かさ上げしております。まあ、現在は岸壁の方もかさ上げしましたので水は入ってきませんが、当初はここも昨年までは水がここも入っておりました。それなんで地盤沈下の分だけ道路を上げております。クレーン船とかじゃなかった、流されたな。左側が、食料ですね。店舗関係は食料関係の店舗になります。青年部さんここも立ち上げてですね、ここまでやってきたところになります。カラオケ屋もありますよ。クリーム盛岡タス。まあ、ここもいっぱい宅地があった、はい、地域ですね。陸前高田市です。左側野球場が市営球場とかありましたけど、まあ照明だけですね、瓦礫置き場になりまして、今やはり地盤沈下の影響でもう海水がもうここまで来てると。本来は今石左側の方に石垣が組んでずっとありますけど、あれの向こうに高田松原という7万本の松ですね、2キロぐらいにわたってあったわけですが、そのうち1本だけ残ったということでの奇跡の一本松というのが、現在愛知県の方でですね修復しまして、レプリカとして今立っておりますのでね、そちらの方を見ていただければと思います。正面が奇跡の本松。よく残りましたね。何にもありません。ここから海までは約800メーターございます。これが長崎ですね。来ております。プレハブだ。本当だ、プレハブの周りレンガのように貼ってある壁紙みたいな。もともとでもあったっぽいですね。ここは気仙沼です。そしてあれが打ち上げられた船、第18京都府
ここは岩手県内で最も被害の激しかったところだそうです。近づいてみました。少し高い場所にあるので被害は受けていません。この段差のすぐ下軒並みなくなってます。住んでいた人は今本当に苦しみの中にまだまだ船が